リラク屋の花澤です。本日はお尻歩きについてご紹介いたします。はい、それでは、いくつか方法があります。まず何も持たないで行う方法ですね。長座の状態、両膝を伸ばして足を伸ばした状態で、床に座ります。で、この時あまり硬いとお尻が痛いですので、なるべくであれば絨毯ですとか畳、あるいはマットを置いた上で行うようにしてください。はい、でこの長座の状態からですね、膝を曲げないように注意して、肩とか手に力を入れないようにして、お尻で歩くようにします。座骨で前進、それから後ろに進みます。後進しますね。腹筋運動になりますので、お腹を引き締めたり、便通を良くする効果があります。このように膝を曲げないようにすることと、あと姿勢をキープした方がいいですね。こういう風になってしまうと、こういう風になってしまわないように、姿勢は維持した感じ で前後に10個ずつぐらい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていった感じですね。今度はタオルを持った状態で体をひねりながらやるお尻歩きになります。タオルの中央部分を持って、では肩の高さですね、まっすぐ伸ばします。肘を曲げないようにして、でこのようにまっすぐ中央を持った状態から右左と大きく動かしますね。この腕を右と左に曲げないようにして、こう伸ばした状態で大きく振りながら進む、あるいは後ろに戻るようにします。こちらの方が、きついですね。でこれはねじる動きが入っておりますので、ウエストのシェイプですとか脂肪の燃焼の促進、お尻を引き締めるように気をつけて大きく振りながら前後に進んでください。どちらの動きでも、またはこのように歩く時のようにの腕を振りながら行ってもいいです。これが一番やりやすいですね。このようにちょっと上げながら、まさに座骨で歩くという感じですね。この方法で行っても便秘の解消、お腹を動かしますので腹筋運動になりますので、便通を良くしたりお腹を引っ込めたり、あと一番は骨盤の調整になりますね。骨盤の歪み、肩左右差、不揃いをこの運動によって整えて、整理が
順調になるですとか、生理痛が軽くなるとか、お尻の形が良くなるといった効果が期待できます。以上です。ありがとうございました。